いやもう最高のコンディションだと思いますよね。もうしっかりこう体も反応するような気候、平岡は打てない、この辺りは福岡も堅い守備を見せながら、ただまた拾っていった。さあ町野だ、町野、いや長石好セーブ、町野のシュートも見事でした。体の向き作って、コントロールしてこう1対1になるような状況を作りましたし、山本、石原、そして小野瀬、かわして小野瀬、町野、宮部町野でしたが PK でしたね。小野瀬のボールに町野、このグロー、小野瀬のところでオフサイドで、イエローカードはどういう扱いなんですか。奈良はちょっと逆に今4審に確認いってますけどね。それをしなかったので、長谷部ちょっとこれ整理しました。まずがこれ小野瀬がオフサイドです、この青い線っていうところ、平岡、ここはうまく残したか、さあそして平岡、今度こそシュートに持っていくことができるか、入ってきた小野瀬、今のは決まりましたね。そうですね、小野瀬の角度のないところから決めて、打ち抜けるようなところに持ってきましたね。この後の背後の取り方が非常にうまかったと思いますし、このランニングのコースとここ浮いたことによってニアの上ですよね。ここで奈良の背後のつき方もそうですけども、平岡ですかね、いいとこ見えてますし、コントロールからシュートまで非常にスムーズでしたし、ゴールマウス見てないですけども、イメージしたところにしっかり蹴り込んだんじゃないですか。コントロールからシュート、ここニアサイド、前島のクロスが入る、ウェリントン、頭で足でウェリントンでしたが、それでもここ今確認してますけども、多分このままキャッチして、終わってないですね。キャッチしたままその宮からウェリントン、そしてこぼれ山岸。ゴール、ここ一番で決めるのが長谷部監督がこれだけこうフォワードの選手を前に並べて、ラフに入れて、人数をかけてゴールまでのイメージ出しましたけども、前半からやっぱシュートを打てるシーンはたくさん作りましたし、その中でやっぱこういうギリギリのところで、アディショナルタイムにゴールがあったので、少し伸びる可能性ありますよね。鶴野前を取る、さあ福岡のサポーターが湧き上がる、鶴野だ、鶴野仕掛ける、戻して山岸、こんなドラマが待っているとは。リスタ福岡、なんと山岸アディショナルタイムで2ゴールで、もう鶴野がもう素晴らしかったですね。もうシュートを打ってくださいというような落としでしたし、面を作ってしっかり枠に捉えたシュートも素晴らしいですし、アディショナルタイムで2点ですか、シュート、山岸がシュートを打てるところまでうまく持ってきましたね。で試合終了です。アビスパ福岡のサポーターは総立ち。